こんにちは、K バレエカンパニーのファーストソリスト石橋翔也です。このシリーズではバレエのテクニック、中でも作品に出てくる技術的な部分を解説したいと思います。とは言ってもダンサー向けのどうやったら技ができるかというものではなく、知れば見るのが楽しくなるというコンセプトです。バレエを見ながら、あの技なんて名前だろうとか、どうやってやるのだろうとか思ったことありませんか？踊らない方も技の名前や、何が難しいのかなどが分かると、より鑑賞が楽しくなると思います。もちろんバレエを習っている方も、あの技なんていう名前だっけと思う時があると思います。そんな時、この動画は、とても便利になると思います。第1回目はピルエットを取り上げます。回転技ですね。回転技はいろいろありますが、一番基本の技が、ピルエットです。いろんな踊りにも出てきますし、バレエを習って最初に習う回転技がピルエットだと思います。はい、一般的にはルティレのポジションといって、このポジションですね。で、回転をすることが多いですね。ピルエットはアンデウォールとアンデランの2つ種類があり、軸足の方に回っていくのがアンデダンピルエットで、軸足に対して外側に回っていくのがピルエットアンデウォールになります。ちなみに右利きのピルエットアンデウォールは、右回転の方に、こっちの方に回ります。左回転ですと左利きの人ですと左回転になりますね。 K バレーですと、宮尾さんや杉野くんが左回転を得意としています。そのアンデダンとアンデオールってどっちが難しいんですか？そうですね、アンデダンピルエットの方が軸足をターンアウトしながらこう回っていくので、軸足がとても重要になるんですが、それがやっぱり難しいというふうに一般的にはされるんですが、アンデダンピルエットが得意な方もいらっしゃいます。今日はK バレーの山本雅也君にピルエットを見せて、いただきたいと思います。彼は一体何回回るのでしょうか？闇雲に何回転も回ることが、良しとされるわけではなくですね、しっかりと軸に乗った正しいポジションで、なおかつ、つま先立ちのルルベというんですが、ルルベの高さ、あとスポッティング、顔を残すことですね、こういうことですね、というのができていると美しいピルエットと言えるのではないでしょうか。ピルエットはどの古典のバレエの作品でも必ず出てきます。特にアリはピルエットの見せ場が多いので、皆さん次の海賊には、ぜひ注目して見てほしいと思います。ピルエット、わからないや。ピルエット、ピルエット en dehors, ピルエット en dedans。